マックス・ソロベイチクは、リトアニアの政治家、ユダヤ人。ロシア帝国のコブノで学んだ後、サンクトペテルブルクへと移り、続いてドイツ、そしてスイスのジュネーブで勉学に励んだ。イスラエルの歴史に興味を持ち、パレスチナや金郊を旅行。ジュネーブ大学で博士号を取得。1904年よりサンクトペテルブルクに住み、そこで、シオニストの雑誌の編集に携わる。 また、大学で、ユダヤ史などを教えた。第一次世界大戦後、リトアニアへ戻る。1919年、パリコーア会議に出席。1920年12月15日から1922年11月13日まで、憲法制定議会議員選挙区より選出。ユダヤ会派に所属。1919年4月12日から1922年12月まで、 ユダヤ大臣を務める。1923年、ソロベイ地区はリトアニアを去り、ベルリンに移る。ドイツでアドルフ・ヒトラーが台頭すると、1933年にパレスチナに移住。ありがとうございます。